リバース・フォー・ユーは、ブシロードより発売されているトレーディングカードゲーム。2020年3月より展開開始し、ゲーム性はビクトリー・スパークを元にしている。ゴーゴーシチューエス、トリニティ・ビーナス・トゥ・ウィンクルウェイかつて伝説的な活躍をしたプレイヤー。アニメ登場キャラクタープロジェクトの指導に先立ち、2019年8月15日より、YouTube に公式チャンネルを開設。 対戦動画、パックの開封といった商品の紹介をアップロードしている。また、各種発表会のアーカイブ配信や出演キャストによる生放送番組、リバ、生の配信、翌年1月より放送が開始された、ショートアニメ、リバ、明日の期間限定公開を行っている。リバースラジオ、 主要編のタイトルで2019年10月8日より、響き響きラジオステーションマイナスにて配信中。パーソナリティは、カンナ役の徳谷おゾらとクルミ役の佐々木未来。2020年5月25日より、リ・バラジと海外史パーソナリティは、東山優役の西尾由かに交代する。リバ・明日のタイトルで、2020年1月5日より、東京 MX にて放送中。 当初は月間部シロード TV 内にて放送されていたが、2020年7月より放送が D4DJTV 内に移動。10月より放送時間が再度変更となり、水曜1時から1時5分の単独枠になる。新型コロナウイルス感染症拡大により、4月の放送回は一部再放送となった。リバ、明日に関するカテゴリー。ありがとうございます。